おい、いましたね、若君。いやいや、なんか言ってくださいよ、そう回すよ今からとか。立石だって、立石。立石、はい。今日なんで立石に来たかというと、あの若君のリクエスト、はい、来たかったんでしょ。どこ行きたいって言われて、うん、こんな機会でもなきゃ来ないとこなんで、うん、そうだね、確かにあんまり我々の住んでるエリアから近くないしね。そうです ね、髪切りましたね。あ、切りました。何センチぐらい切ったんですか。いや、知ってる、女優じゃねえから。そんな誰かお手本にしたりして。いないよ。 ないんですか。ないです。あ、ちょっと秋らしくボーダーでね。はい、あー、いや、ボーダーは好きなんですか。いや、だから興味ないって。いや俺は興味ないけど、見てる人は分かんないから。ないよ。で、今日ちょっと飲みましょうか。はいはい、ね、じゃあ早速どっか行きますか。そうですね、はい。で、今ちょっと調べてたんですよ。調べてる間になんか回されてるから、うん、いやもうそれはそうなりますよ。ここで回してたら。確かに電車通ってるし。今じゃないでしょ。ええじゃない、ってなるでしょ。今じゃないでしょ。軍資金の、はい、今、はい、ね、はい、これ落としましたから。じゃあ1軒目、今何時？2時半前です。贅沢だな。いいね。いつもと違いますからね。働いてもね、働いてもね、酒。いただきます。あ、うまい。うまい。それ何？なんか泡盛夏限定の泡盛水庫、水庫っていう泡盛のソーダ割り。全然泡盛のなんかしつこさみたいなのない。すっきりしてる。おかわり回っていいですか。はい、おいしい。うまいですね。かっこつけるね。まだ一軒目だからね。おばちゃん、来ました。これを食べに来たんです。そうですね。トマトのお弁当。これが美味しいんでしょ。っていうのがあるっていう。昨日今村来たんだ。もう一丁。うん、行って行って行って。はい、行って。あ、一緒ではないですけど、今村夫妻。あ、うまい。うまい。土曜日、染みてる。あ、切りましたよ。マジで。ハーブ。おーおー、ちょっと香りするね。ハーブ香りね。つぶれかけてて、もう帰るとか言ったんですけど。いいね。帰ってたんだけど。うまい。なんか江戸っ子さん行っちゃったらしい。ねえ、いや、私まあ7年まだ働いてるもんね。だから多分。よくがシャーバー、俺公園に行こうよ。一軒目、はい、はい、何杯飲んだ。2杯。いや、余裕まだまだ。いや、ピースに見えますね。もうシラフと言っていいでしょ。いやいや、ほんのりピンクですけど。じゃあちょっと違うとこ行こうよ。はい、はい。トイレすごいな。トイレすごいよ。むき出しですね。むき出しだね。レモンサワー。はい。引かれたのが、うん、ね、表の看板で、うん、レモンサワーとハイボール50円って書いてある。めちゃめちゃリーズナブルだな。すごいよな。50円だぞ。これこれっていう。せんべろみたいなね。欲しかったのはこれこれ。これこれ。いただきます。はい。あ、甘くないでもさ。あ、いいね、いいね、いいね。これが天使のエビっていう。天使のエビ、うん、おー、ほら、どっかの有名なエビなんですよ。うまい。
歯応えがすごい。それわさび醤油とかじゃなくて塩。塩ですね。これめちゃくちゃうまい。あ、そう。何杯目？で、これ1杯目ですよ。あ、だからまあ、え、トータル3杯目。あ、まだ数えれるね。いや、やっぱりトータル忘れたらやっぱり酔ってるもんね。そうですね。うん、どうします？どうします？次行きます。どうしましょうか。うん、はい。ババちゃん、それすごくない？これなんだっけ？江戸っ子中ハイボール。江戸っ子っていうお店で、江戸っ子特製ハイボール。うん、氷が？氷なし。ちょっと行ってみて、行ってみて、行ってみて。いただきます。はい、油たれ。うまい。うまいし。うん、結構今三口ぐらい飲んで、うん、これしか減ってないんですよ。だから一杯で。楽しめるっていうことは最高だね。ちょっと今日は逆にメガハイボールとか頼んで氷ばっかじゃねえかよとかあるじゃないですか。最高だね。ありがとうございます。あって言ってる間に、あ、どうぞ、どうぞ、タン行きましょう。ちょうど湘南に前回一食だった生姜、はい、こっちが生姜です、うん、ニンニクもある。あんまり大きな声出すなって言われてるんだよね。そうです。その店のルールでは、うん、うまい顔してるもんね。酢味噌がうまい。酢味噌なんだ、はい、いいね、うまそうだね。来たよ、わーちゃん。これは、うん、油と、いや、油じゃない、じゃない、白とかしら。1から始まってずーっと行って2階に近くまで来て、まさかの、こっち頭だね。ビデオはさ、名前が出てくるんだよね。名前でビデオにさ、名前を打ち込むとさ、うん、やつがその人が出てくる、段差に出てくる、うん、うん、これうちのは噛んだ瞬間油うまいね。おいしいよね。うまい。うまいっすよ。ありがとう。テレビに録画機付いてる。赤身、はい、どの部位か分かんないんだよ。何か分かんないですね。赤身っていう部位があって、はい、酢味噌がうまい。酢味噌うまいな。柱団子混ぜから。なるほど。タンよりしっかりしてます。あ、そう。はい。ちょっと肉っぽい。はい。うまい。うまい。やったね。やりました。最高。最高。やっぱ美味しい。いや、美味しい。なんでこれ寄りにしたって。いや、やっぱりね。今のご時世、タバコって面白いって。ちなみに若ちゃんからあの注意事項が。そうです、ちょっと僕たちはね、初心者で本当申し訳なかったんですけど、この江戸っ子っていう店、3軒目に来ちゃあんま行けない店見たくて。あ、1軒目ね。はい、1軒目に来た方がいい。はい、そのなんか、結構他にもあるんですけど、うん、お酒飲んでるお客様お断りみたいなお店が結構立石にはあって、あってね、ちょっとそう3軒目に来るのはあんま良くないかなと一人でそれは申し訳なかったです。次からは1軒目から行きます。そう、ね、はい、そうしましょう。はい、はい、なんか古本屋あったんでちょっといいですか。はい、どうぞ。はい、自由だな。いらっしゃいませ、飲めた
はい、はい、これだけお願いします。ありがとうございます。シークワーサーはね、はい、あ、すっきりしますか。いいね、いいね、はい、やっぱり美味しい、美味しいと言わない、ね、まあ、まあ、うまい、おはようございます、いただきました。いいね。さあ、中トロ、中トロ、安いっすね。うん、久しぶりに食べた。おいしい。うまい。そうね。普段はカップラーメンだもんね。おいしい。うまい。いいですか。一貫食べるごとに取るんですか。食べますよ。はいよ、食べて。まあいいか。うまいですね。やっぱカップラーメンよりうまい。うまいよ。いや、そのカップラーメンに悪いけど、カップラーメンもうまいと思って食ってるよ。ちょっとテンション上がってるもんね。お寿司食べても。テンション上がりますね。上がる。5軒目、はい、5軒目、餃子の美味しいお店ね。すごい、5軒目、5軒目、うん、大丈夫、もう苦しい、うん、いや、ここ食べたかったから、はい、はい、どうぞ、いただきます。はい、ね、あ、いいですね。いや、ビール飲んじゃった。来たよ、来ましたね、水餃子。こんな感じで、うん、どうも、はい、どうもお疲れ様です。ありがとうございました。なるほど、うまい、うまい、うまい、うん、もっちもちの、食べやすい、ビールに合う、はい、最高だね。ビール飲んじゃった。通風なのに。今度焼き、うん、嫌なんですよ、あの、何、自分で食うから回してくださいって言うの。それ勝手に食おうとしたら怒るし、わが、俺も飲んでるから忘れてんだよ。忘れないでください。どうぞって言ってるもんな。うん、あ、うまい、うまい、美味しいね、うん、うまい。あ、次は何飲むんですか。紹興酒。あ、はい、そのえ、取らないんですかって言って、うっせえなっていうのをやめてもらっていいですか。いや、その、俺も酔ってる、めちゃくちゃじゃん。俺も酔ってるから。何といてんだよ。いや、いちいち何飲む何飲むってうるせえなと思っちゃって、ごめん。紹興酒、最高、最高、それ合うよね。主役はもうね、はい、いや、すいません、取りますか。はい、うん、焼きニラ餃子ですね。すいません、すいません、ありがとうございます。焼きニラ美味しかったですか。うまかったですね。焼きニラあとおすすめ。いいですね、今のスイーツ追加でね。はい、はい、です。あ、はい、はい、すいません、
いや、6軒目ですけど。何飲んでんの？梅干しサワー。僕下町ハイボール。そんなの、うん、2杯目ですけどね。この店で2杯目そうですね。で、全部通してはもう分かんない。1軒目は1軒目2杯、2軒目が、あ、1杯で、3軒目も1杯、4軒目も1杯で、5軒目が2杯ビールと紹興酒、うん、で、1、2、9杯目。美味しいですよ。江戸っ子がやばかったから、俺結構今酔っ払ってるんですよ。もうさ、そっち映ってないとこで顔芸するって何なんですか？面白いよ。あなたの森進一は俺笑うんで、ずっと。森進一やってるのバレるだろ。じゃああなたの森進一は笑うから俺。それをなんで映ってないところでやるの？何杯目？じゃあ頼んだら3杯目。この店だからトータル10杯目です。おすいません、継ぎ足しで、これ何杯目？もうこれ11杯目です。俺数えてる。俺はだからこれは10杯目です。二条井さんが日本酒頼むって言うからですよ。おいしい。それ酔うな。酔わせてるんです。僕が土木飯でね、こんななんか一日で給料使っちゃうんだよっていうのも、そのいいねがつくのは独身だからでしょ。それは絶対そうです。そうね、家族だったら。で、俺の働いた金を俺が使ってる、それ何が悪いんだっていうことで僕は思ってますし、でそれはもうない家族がないから俺は。だからそのみんな見てくれると思うんですよ。家族やっぱ家族いたらさすがに引くと思うんですよ。そう、引くよ。そうでしょ。だから家族がいないから稼いだ金は使うけど、うん、家族がいたらそれは良くないってことだ。うん、そうそう、それはさすがにもう批判されに行ってるから。それあもうそのそう、ね、俺がそのやっぱ子供がいてね、子供がいるのに昼に寿司食ってんのは俺怒られると思うし、嫁にも良くないと思う。じゃあ嫁がなんか飯作ればとかなっちゃったりもしちゃったら、それもうこの時代に申し訳ないし。要は一人だから、うん、一人だから俺、うん、そうね、うん、そうかもしれない、うん、やっぱりそのそうですよ。そうね、そうなんです。結婚してるとね。だからこれはグリーンピースはできないんですよ。なんでグリーンピースなんだこと言うの？グリーンピースだけじゃないやん。いや、ちょうどいいのはそのぐらいでしょ。他誰ですか？もう結婚、みんな結婚して。いや、その俺逆にすげえなと思ってますし、グリーンピース結婚したの。なんでね、いいじゃん結婚して。だって結婚して、うん、その好きな人と添い遂げるっていいじゃん。聞こえはね。それいや、それなんで聞こえは何なのその
自分が どこにいて結婚してるとか、わかんないです。奥さんが資産家ならいいですよ。違う違う、結婚したかしたんだよ。すごくないですか、それ。そういう人は絶対できない。いろいろ思うところはお金の感はあるけど、我がもそういう人ができたら。お金しかないんですよ。お金がある人だったら別に結婚するじゃないですか。ああそうじゃない？でも、うん、そうじゃない人っていっぱいいるじゃん。おいるんですか。お金なくても、若ちゃんがお金なくても牧野さん結婚してくださいって言う。若ちゃんが今好きな人ができて、その人がお金は若ちゃんないけど結婚しましょうと結婚するだろ。嫁に結婚がある、あの金があればね。だって嫁も、いや嫁は金はないけど日々暮らしてるぐらいの額があれば結婚するじゃん。あ、いいって言うならいいんですけど。なんだいいって。いや、そうだって。だってそこ何、希望がないんですよ。だって嫁の、そうしたら嫁の収入を当てにしてるじゃん。いや、俺その分別にあれですよ。専業主婦でもいいですよ。お前のことを専業主婦で。なんで雇わなきゃいけないんだよ。雇う話違うでしょ。結婚の話でしょ。結婚しちゃったよ。お前専業主婦ってお前言うけど、向こうは嫌だろう。それを言ってんだよ、ずっと。それが嫌じゃないのっていう話でしょ。それがいいなら結婚するよ、だからグリーンピースすげえよっていう話でしょ。話違うじゃん。なんで俺は専業主婦になりたいの。なってもいいですよ。いや、ちょっと待って、なってもいいのとなってほしいは違うじゃない。なってほしい、うん、だって向こうの気持ちもあるじゃない。あ、だからすげえなっつってんじゃないですか。そんな人がいるんだっていう。でもグリーンピースの2人は別に専業主婦じゃないから、ちゃんと何の稼ぎがあるんですか。外でバイトして働いてるから。バイトでいいんですか。バイトでいいなら、だからある程度稼げればな。で、我がこんな稼ぎもないだろ、バイトで。いや、だから、いや、わかんないんですけど、それでそうなったら、俺もこの日給使うって動画はできないですよっていう話じゃん。だからそれをね、先にあいつらは結婚してんだよっていうことですよ。そうね、そうだけど、そうだね、確かに家庭があったら、さすがにそれはもう家庭があったら使わない。使わないです。それもむちゃくちゃじゃん。だってそれで初めて俺西尾さんと同等だから、それそれは、いや分かるでしょ西尾さん、俺も結婚してるんですよって言いますよ。で今、うん、結婚してないから日記を1日で使っちゃう。もちろんそりゃそうでしょそりゃそうでしょ。そりゃそうでしょって何。いや、だってそのなんか働いたお金当てにしたいんでしょ。したいんでしょ。何が分かんない。それも違うかもしれないですけど、でもちょっとなんか違う違う、ダメージじゃないですか。みんなが思ってるのは、でもこの時代ならいいんでしょとも思ってるんですよ。そのじゃあもう完全に嫁が全部働いてますって言ってもいいんでしょって。いいよ、そういう人がいればね。それをなんか言っときますけど、まだ恥ずかしい時代だぞこれ。何言ってそんなことねえだろまだ恥ずかしい。いや俺まだ恥ずかしい時代ですよ。いやだからこれを完全にそれやめてほしい。だって結局バカにするでしょまだ。じゃあ俺が完全に専業し、もうそれはいいですよ、覚悟ありますよ別に。なんか専業主婦の覚悟は、はい、ちょっと待って、あの若ちゃんさ、うん、専業主婦って言うじゃない、はい、それやっぱり分かるの気持ちはね。でも
専業主婦っていうのはさ、向こうが認めて我がちゃんが家にいて家のこと守ってくればいいっていう許可が、やっぱそのあれがいるじゃん、うん、でもそこまで愛されなきゃいけないわけじゃん。ああ、そうですね、うん、それ今のところ厳しいんじゃないかなって思う、うんうん、我がを専業主婦にしたいっていう人がちょっと、まあまあ、うん、いない、いないなら、いない、いないんでしょうね。ちょっと待って、責めてるわけじゃないの。でもいないんだったら、いないってなるとさ、いや、その、いや、わかんないですけど、これってなんか、これが劣勢になってるのおかしくないって思ってるんですよ。何が？俺が40だからなのかな。本当はもっとそういう世の中なのかもしれないですけど今、うん、でもまだ恥ずかしい世の中じゃないでしょ。専業主婦は、はあ、あそう、ね、男が、あ、ちょっとこの、でもそれ言って、あなた方がジェンダーがどうのって言うんでしょって。ちょっと待って、なんで、ちょっと待ってくれよ、なんでそっち側から、なんでそっち側からっていうのもおかしくないですか。おかしい、そっち側って何ですか。男側ってことでしょ。それその時代おかしくないですか。ちょっと待って、ごめん、そっちが、ちょっと待って、そっちがというか、ごめん、わかんない、わかんない、わかんない、男女同権、ちょっとごめん、俺がその一方から言ってのは謝るわ。これはなんか、これが今恥ずかしいことっていうのはなんか違くないのかな。ちょっと待って、今どこの話してるの。何、若ちゃんが、俺の動画の方がグリーンピースより面白いってこと。いやいや、ちょっと待って、だから話変わってきた、だからだから ゆえに ゆえに俺の動画の方が既婚者の、お前そんなこと言うなよ、俺の方がグリーンピースだって。それじゃあ、いや、それ俺それやられたらだって負けるもん。何負けるんだよ。え、既婚者に日給全部使われたら負けるもん。だってそ、絶対超面白い。そりゃそうでしょ。今俺が、うん、できんのか、独身だから日給全部使ってるけど、うん、既婚者が日給使ったら負けるって。そっちの方が、でも本当はそっちの方が面白いわけじゃない。そうだ、あの使っちゃいけないからな、うんうん、でもさ、使っちゃいけないから見たくないのかも、うん、だから多分批判は出るんでしょ。だから独身のお前が使ってるから見れるのだってさ、結婚しててさ、奥さんもいるのにさ、日給全部使ったら、奥さんがそれ以上働きゃいいんでしょ。悲しくない？だって違くない、だからそれを言ってるんです僕。何？その男女の分け隔てなくしたいんでしょって、うん、それでなんか男が日給全部使っちゃってっていうの変じゃないですか。でも結婚してる奥さんが日給全部使ったらだろ。あ、そうです。あれなんか変ですね。確かにそうです。そうだろ、確かそうです。そうだろ、だからそれはお互い様じゃない。だってだからやっぱ、あ、じゃあ俺の方が面白いでいいですか。俺の方が笑えるでいいですか。うん、笑えるっていうか見てられる。そうですね、確かに。だからやっぱそうですね、やっぱりグリーンピースはないんだ。まあ、くどいんだよ。そうか、そうだそうだ。いや、なんかその男が働くべきだみたいな、じゃなくて逆で考えてみーってことよ、うん、だってそうですね、うん、そう、我が一人だから自分の、そうですね、そうですよ。で結婚して自分で使ってもいいけど、奥さんもそうしたら嫌だろ、うん、あ、結局そうですね。
あ、じゃあもう本当にそうだわ。あ、じゃあやめましょう。もういいよ、14分回してるよ。お疲れ様です。もうただ本当にただ立石で飲んだだけです。楽しかった。はい、よかったな。ありがとうございます。なんか本当にいい飲み屋さんがたくさんあって、いいよね。はい、そうね、楽しかったです。6軒もありまして。酔ってますか？酔ってますよ、もちろん。もちろん酔ってますよ。わかんない。はい、イエーイ。うまいですよ。いや、今日何点だから平均100点。もう立石で飲めたら100点来たから。はい。